日本を訪れる海外の方々の姿を多く見かける機会が増えましたね。日本のグルメやサブカルチャーを堪能していただけることは、日本人にとってとても喜ばしいことです。しかし、まだまだ日本の良さを知らない外国人は多く、誤解を招くこともしばしばあるようです。今回ご紹介するのは、一人の中国人女性のエピソード。この女性は韓国と日本を訪れ、その違いに驚いたそうです。どちらがいい、悪いとかではなく、習慣の違いを目の当たりにした彼女。一体どんなシーンに遭遇したのでしょうか。それではご覧ください。聞いていた話と違う。日本は清らかな国だった。私はシュラン、中国人で会社員をしているわ。子供の頃から本を読むことが大好きで、勉強もそこそこいい成績。おかげで今は外国支社を数多く持つ会社で働けている。一人っ子だから両親の愛情を目いっぱい受けて育ったんだけど、いい加減大人になった今でも両親の過保護は相変わらずなの。だから仕事を頑張って海外赴任することが目標だったわ。そんな私にようやく夢の事例が。韓国へ2年間赴任することになったの。私の会社でも韓国人が何人か働いているんだけど、その子に韓国赴任の話をしたら、韓国は素晴らしい国よ。食べ物は美味しいし、観光スポットもたくさんあるし、世界中から観光客が集まる国なのよ、って言って、私の赴任を大喜びしていたわ。確かに中国でも韓流アイドルは人気だし、行くのが楽しみになったの。そんなに素敵な国で、2年間も生活できるんだもの、嬉しくないわけがないでしょ。両親は心配していたけれど、仕事ということで何も言わなかったわ。ようやく一人暮らし、しかも外国、意気揚々と私は韓国に旅立った。韓国での仕事は順調だった。韓国まで来て仕事でつまずくわけにはいかなかったから、誰よりも頑張って働いたわ。でも問題は仕事じゃなかった。人間関係よ。私は会社でもできるだけにこやかに過ごしていたつもりだけど、韓国人の同僚たちは決して認めようとはしなかった。少なくとも私はそう感じたの。わからないことがあって質問しても露骨に面倒くさそうな顔をするし、物品の場所を聞いても置いてある方向を指さすだけ。私と関わりたくないんだなって思ったわ。でも、しばらくして気がついたの。韓国人の社員たちにそんな態度を取られているのは私だけではなかった。外国から赴任してきた外国人は同様の態度を取られていたわ。それが分かって逆にすっきりしたけどね。だって私が悪いわけじゃないんだもの。韓国人はプライドが高いから、外国人を認めようとしないのかもしれないわね。もちろんそんな人ばかりじゃないだろうけど。韓国での2年間、私を苦しめたのは人間関係だけじゃないわ。言葉を濁しても仕方がないからはっきり言うけど、とにかく汚いのよ。道路なんてゴミだらけ。駅もゴミだらけ。毎日落ちているゴミとその悪臭の中通勤しなきゃいけないから、かなり精神的に参ってしまったわ。悪臭がするのは生ゴミも道路に放置されているから。そして誰もそのゴミを片付けようとしない。出るべくして出た悪臭なわけ。不思議なのは道行く韓国人は悪臭を感じていないのか、至って平然としていることよ。匂いって平等に感じるものじゃないのかしら。私だって特別嗅覚が鋭いわけでもないし、どうにも理解できないのよね。そもそもどうしてゴミ箱に入れようとしないのかしら。街中にはちゃんとゴミ箱があるのに、誰も彼もゴミ箱が見えないのか、その辺にポイ捨てしている。ゴミ箱が溢れていたら別のゴミ箱に捨てる。もしくは持ち帰る。そんな考えはないみたい。ゴミはどこにでも捨てていいと考えている。としか思えなかったわ。臭い、汚いといえばトイレよ。会社のトイレは清掃員によってきれいに掃除されているけれど、それ以外は問題外。使用済みのトイレットペーパーが個室内のゴミ箱に山積みで、
体験したことのない悪習だったわ。だから私は自宅と会社以外では極力トイレを我慢していた。体に悪いのは分かっているけれど、汚いトイレは精神的に悪いのよ。あと空気汚染ね。これは母国中国も同様だったから文句は言えないんだけど、韓国の空気も汚かったわ。悪臭もあったから外に出るときはマスクを手放せなかった。韓国人の同僚は韓国を素晴らしい国だと豪語していたけれど、どうも私には合わなかったみたいね。グルメに関しても確かに若者に人気のお店はおしゃれなスイーツとかがあって、お客さんは写真を撮ったり楽しそうだったけど、店員の態度は悪いし、果物の鮮度は見るからに良くないし、あまり食欲をそそるものではなかったわ。そんな韓国で2年間耐えに耐え、ようやく中国に帰国。申し訳ないけど、また韓国行きの事例が出たら断ってしまうかもしれない。それからは毎日母の美味しい手料理を食べ、韓国での嫌な思い出は徐々に薄れていったんだけど、ある日、親友のホンファから電話がかかってきたの。ホンファは幼馴染で、高校、大学は別の学校だったけど、今でも定期的に会っているのよ。私と違って結婚しているけれど、それでも会う頻度は変わらないままよ。シュラン、元気？韓国行ってたんでしょ？そうなの。2年も会わなかったなんて初めてのことよね。ほんとよ。どれだけ寂しかったかわかる？だから埋め合わせしてもらおうと思って電話したの。仕事だったんだから仕方ないじゃない。で、何をさせるつもり？実はね、夫が2週間出張に行くことになって。だから、その時を狙って2人で旅行しようよ。夫も行っておいでって言ってくれてるの。いいわね、賛成。じゃあ明日会って詳しいこと決めようか。翌日、仕事帰りにホンファと夕飯を食べながら話したんだけど、ホンファの口から出てきたのは思いもよらぬ国だった。で、行きたいとことかあるの？私ずっと日本に行きたかったのよ。日本の景色って素敵じゃない？四季ごとの景色がどれも綺麗だって言うわ。え、日本？そうよ。何？日本は嫌？確かに中国人の中には日本を嫌う人もいるけれど、日本のカルチャーは最高よ。別に日本が嫌いとかっていうわけじゃないわよ。ほら、私2年間韓国で暮らしていたじゃない？もう中国以外のアジア諸国には行きたくないのよ。中国は発展した国だけど、中国以外のアジア諸国は汚れていて臭くて耐えられない国だわ。待って待って、韓国でひどい目にあったのはさっき聞いたけど、日本は違うわよ。韓国人の同僚が素晴らしい国だって言うから、期待して韓国に行って、それであの状態だったのよ。それなのに、日本に期待しろと言われても。行けばわかるわよ。私を信じて。そんな押し問答の末、結局私が折れる形で日本旅行が決定してしまった。不本意この上ない。翌日、韓国人の同僚に日本旅行の話をすると、一瞬で表情が変わった。日本へ行くの？やめておいた方がいいわよ。日本ってものすごく汚い国なのよ。シュラン、耐えられる？そう言ってきた。韓国人でさえ汚いと言い切る国。想像を絶するわ。多分私の想像力では追いつかない。やっぱりか。そう思ったけれど、張り切っていたホンファはすでにチケットの手配をしているはず。私は修行だと思って日本旅行に行くことにしたわ。大量のマスクを持ってね。沈んだ気持ちで降り立った日本の空港。その時の衝撃は忘れられないわ。私の想像とはまるで違っていたのよ。ものすごく綺麗なの。床にはゴミの一つも落ちていない。ピカピカなのに清掃員が空港内を掃除して回っているの。私からすれば、こんなに綺麗なのに常に掃除をしているなんて信じられなかったわ。掃除すべき場所なんてあるようには見えなかったから。まさかと思ってトイレにも行ってみたわ。恐れていた悪臭なんてしないし、個室の床が濡れているなんてこともない。もちろん使用済みのトイレットペーパーの山もない。まるで高級ホテルのトイレのようだったわ。
でも日本の玄関口である空港をきれいに保つのは当然かもしれないとも思った。第一印象って大事だもの。韓国人の同僚は日本はゴミだらけで汚い国だと言っていたし、街の方へ行ったら空港とは打って変わって汚い景色に変わるのかもしれない。でもそんな予想も覆されたのよ。大きなビルが立ち並ぶ大都会はものすごい人であふれかえっていたけれど、ゴミなんて見渡す限り一つも落ちていない。しかもどこを見てもゴミ箱なんてない。それなのにゴミが落ちていない。ものすごく不思議な光景だったわ。だってそうでしょ？ゴミ箱があちこちにあるのに、道にゴミが散乱している韓国に2年間住んでいたんだから。私たちは観光スポットを巡ったわ。でもどこに行っても綺麗なの。肩と肩がぶつかるくらい混んでいる場所でも、誰一人その辺にゴミをポイ捨てする人なんていなかった。食べ歩きをしている人もゴミは持っていた袋の中に入れていたし、みんな自分のゴミを管理しているの。汚い街どころか、こんなにも衛生的な国だなんて衝撃だった。中国も決して清潔な国と言えないかもしれないけれど、日本には見習わなければいけない点が多いように感じたわ。日本旅行を計画したホンファは、観光以外にもサプライズを用意していた。それは、ホンファの会社の元同僚が今は日本に住んでいて、キャンプを計画していたのよ。海のすぐそばにあるキャンプ場で、友人たちと集まってキャンプするんですって。とても楽しそう。ホンファの元同僚は、日本人の男性と結婚して、日本で暮らしているという。子供もいて、すっかり日本に馴染んでいる感じだった。キャンプ場には多くの人がいて、とっても賑やかな雰囲気だったの。結構本格的にテントを張っている人もいれば、一人でキャンプを楽しんでいる人もいたし、見たこともないようなグッズを巧みに使って料理をしている人もいたわ。私たちはというと、キャンプに欠かせないバーベキューよ。テントに泊まることになっているから、お酒を飲んでも平気だし、とても楽しい時間を過ごしたの。翌朝、眠い目をこすりながら起きたんだけど、目覚めた直後の海ってとっても素敵なの。澄んだ空気を胸いっぱいに吸い込んで、心なしか健康になった気がしたわ。お昼前にテントを片付けていたんだけど、その時あることに気づいたの。あちこちにテントが片付けられたスペースがあるんだけど、綺麗なスペースとゴミが散乱して汚いスペースがはっきり分かれていたの。ゴミはすべて持ち帰らなきゃいけないって言われているのに、それを守らない人たちがいるということ。日本人も根は綺麗好きなわけじゃないんだと思ったわ。自分に関係のない場所なら平気でゴミを捨てていくなんてがっかりよ。韓国人の同僚が言った、日本は汚い国ってあながち間違いじゃないのかもしれない。自分たちはせっせときれいに片付けているのに、振り向けば散乱したゴミがあるなんて不快で仕方なかったわ。ホンファも同じように感じていたみたい。でもその時よ、遠くの方に5、6人の集団が見えたの。服装はまちまちだけど、ゼッケンをつけている。ビーチで何かイベントがあるのかと思ったわ。こちらに近づくにつれ、様子がおかしいことに気づいたの。全員軍手をして、ビニール袋を持って、長いトングを持っている。そう、ゴミを拾いながらこちらに向かって歩いてきたの。見たところ全員日本人。マナーの悪いキャンプ客が残していったゴミを拾い集めているようだった。どんどん近づいてくる集団。そのゼッケンにはボランティアと書かれていたわ。広いキャンプ場を無償でゴミ拾いしている集団だったの。ゴミの片付けは清掃スタッフがするものでしょ？それなのにどうして好き好んでただでゴミ拾いなんかしているのか。ホンファの元同僚は驚く私に向かってこう話してくれたの。日本では清掃ボランティアは珍しくないのよ。学校によっては近隣を清掃奉仕する行事があったり、遠足に清掃奉仕作業が組み込まれていることもある。日本人は子供に対しても清掃意識を高める教育をしているの。それに地域の清掃活動は
日本中どこでもやっていることなのよ。信じられなかったわ。日本人はみんな清掃ボランティアを経験しているっていうことなの？あっけに取られながらボランティア集団を見ていたんだけど、その中の一人が帰ろうとしている客に声をかけていた。ゴミはすべて持ち帰るように注意していたみたい。声をかけられていたのは日本人ではなかったわ。このキャンプ場は半数が外国人観光客が利用しているみたいなの。日本人はみんなきれいに片付けて帰るんだけど、外国人観光客はゴミを残して帰る人が多いらしいのよ。同じ外国人として恥ずかしいわ。確かに私たちのテントの周りできれいに片付いているスペースを使っていたのは日本人だった。でもゴミが散乱しているスペースを使っていたのは、観光客が置いていったゴミを拾い集め、清潔な空間を作ろうとしているのは日本人のボランティア。捨てていったのはお金を出してキャンプ場を利用した観光客。こんなことがあっていいはずがない。日本はゴミだらけの汚い国どころか、一丸となってきれいな空間を保つ努力をしている。日本人の清掃意識の高さに驚かされっぱなしだったわ。韓国人の同僚がどうしてあんな嘘をついたのか、なんとなく想像ができるわ。韓国人が日本人を心よく思っていないことは知っているもの。日本は素敵な国って思ってほしくなかったのね、きっと。私の周りにも日本をよく思っていない人は結構いるけれど、現実を知ることはとても大事なことなんだと考えさせられたわ。私は日本が大好きよ。これからは誰かの言葉を鵜呑みにするんじゃなく、まず自分で確かめようと思う。そして、世界中が日本人の清掃意識の高さを見習ってほしいと思ったわ。海外の反応。日本人のボランティア意識の高さはメディアでも取り上げられたよね。ほら、サッカーの大会で日本人サポーターがゴミ拾いをしている様子が世界に発信されただろ。日本人の友人に聞いたら別に驚かれるようなことじゃないって言うんだ。その言葉に驚いたよ。一度だけ日本に行ったことがあるんだけど、とにかく駅が綺麗なんだよ。日本人はゴミを出さない努力でもしているのかな。日本人ほど綺麗好きな国民は世界中どこを探してもいないと思うわ。子供の頃からの教えが日本人の清掃意識を高めている。使ったら片付ける。ゴミはゴミ箱へ。来た時よりもきれいにして帰る。皆さん小さい頃から耳にタコができるほど聞かされた言葉じゃないですか。公共の場は汚してはいけない。それが当たり前すぎて逆にわざわざそんなことを言う人もいないくらいです。しかし日本の常識はあくまでも日本だけの常識であることがよくわかるエピソードでしたね。これからも外国人観光客が気持ちよく観光できる国であってほしいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。